とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、ふぶきさんの必殺技ランキングやっていきたいと思います。はい、ではね、必殺技何があるのか見ていきましょう。ふぶきさんの必殺技は3種類です。まずタイムアクセルですね。で、続いてヒーリングタイムで、最後タイムバインドですね。まあ、どんな感じなのか見ていきましょう。それではまずはですね、ヒーリングタイムです。ヒーリングタイムは回復技になるんだけども、一気に回復しないのよね。じわじわ回復するので、なんだろうな、こう緊急性を要するこう極クエストとかにはあんまり向いてないんですよ。うん、まあどれぐらい回復するのか見てみましょう。ヒーリングタイムですね。まあ全体をヒーリングタイムかけることができますけども、まあ5秒に1回500ぐらいか、いや5秒じゃないな、3秒に1回ぐらいですね。500ずつぐらい回復します。ヒーラーとしての性能はちょっと微妙なところですね。続いてタイムアクセルです。見ていきましょう。タイムアクセルは、補助技ですね。味方の、スピードを速くする必殺技になるんだけども、まあ動きが速くなったところで攻撃スピードはね変わらないので、ちょっと微妙なんですけども、まあ見てみましょう。タイムアクセルですね。これぐらいの速さで動くことができるようになります。まあディスコタイムになった時よりも若干速いかなぐらいの速さですね。そのスピードを出すことができます。では最後ですね、タイムバインド見ていきましょう。タイムバインドは敵のスピードを遅くします。これがね、ボスにも効きます。ボスにも効くんだけども、まあ、効果時間があんまりね長くないのよ。まあ見てみましょう。タイムバインドですね。どんぐらいだ、お、10秒ぐらいは持つのか。あ、10秒ぐらいですね。ちょうど10秒ぐらい、効果時間がありますけども、ダメージを追加で与えれればよかったのかもしれないね。それではふぶきさんの必殺技ランキングいきましょう。ふぶきさんの必殺技第3位、第3位はタイムバインドですね。敵をねゆっくりにしても、あの程度のゆっくりだったらばあんまり意味がないよね。あれを入れるぐらいだったらば、そうだね、他の技を入れたり、まあ補助技ウルトラアップとかバーサーカーとかその辺を入れてた方がマシですね。まあ今のところちょっと使えない必殺技かなっていう感じです。では続いて第2位ですね。第2位はタイムアクセルです。タイムアクセルも、まあ速くなったとしても、なんだ、ディスコタイムより若干速いぐらいの動きでしょう。あれだったらばあんまり意味がない。あれのね3倍ぐらいの速さで動けるとか、もしくは全ステータスをアップさせるとか、それぐらいの感じじゃないと補助技としては使っていけないかなという感じで第2位ですね。そして第1位、第1位はヒーリングタイムですね。ヒーリングタイムも、ほんとじわじわ回復で、合計で2000ぐらいかな、回復できるのは。なので結構微妙です。ということで、ふぶきさんの必殺技3つとも微妙なんですよ。アップデートで
ちょっとね、仕様変更してもらえれば、違うと思うんですけども、今はね、なんだろう。普通にある必殺技を入れてた方が、無難かと思いますよ。それでは、吹雪さんの必殺技の構成を考えていきましょう。とりあえずね、ヒールは一つ入れてていいと思います。ヒールを一つ。で、残りの三つを、そうだね、攻撃技を二つ、そして、補助技を一つ入れておくのをおすすめします。で、攻撃技はね、突風かまいたちが一番ダメージ与えれるっぽい。かまいたちを入れてるのをおすすめします。まあ、もともとね、スピリットが高いので、こういう技とは相性がいいんですよ。その中でも一番、ダメージ取れるかまいたちが無難ですかね。これを2つぐらい。そして、プラスで、このバーサーカーもいまいちだな。自分のみなんで。バーサーカーよりも、パワーアップとウルトラブーストですね。このあたりを入れてるといいと思います。はい。まあ、結構、微妙なキャラなんですけどね、今のところは。こういう感じになっております。では、吹雪さんで、夜の学校、ソロで行ってみましょう。どんな感じで行けるのか、見てみましょうね。まあ、さっき言った通り、かまいたち、二つですね。そして、バーサーカー入れてきました。ウルトラブーストは、パーティーでいいんで、ソロの時はバーサーカーの方がいいと思います。でもね、やっぱりね、攻撃は物足りないよ。全然物足りない。バーサーカー入れて、これしたとしても、まあ、よくて3万ぐらいのダメージですよ。これじゃあ、ちょっとね、アタッカーとしてもね、物足りなさすぎる。よっしゃ。もうちょっとね、なんかあればいいんだけども。まあ、そうね。固有の必殺技以外になんかめちゃくちゃ強いのあっても、ちょっと嫌な感じだけどね。なんでまあ、調整的にはこれがベストなのかな。まあ、ちょっと必殺技が強いのが出てくれるのを、俺は期待します。吹雪さんにはちょっと期待しとこう。ヒールもね、もうちょっとなんかあるでしょうと思うんだけどね。結構いろんな面で残念なキャラですよ。かまいたちもまあ、他のね、必殺技よりは全然強いんだけども、でももうちょっと、あと一発ずつダメージを与えてくれればね、すげえダメージ入るんだろうけど、3万が限界ですね、今のところね。よし、では、決めちゃいましょうかね。いや、決めれなかった。決めれなかった。火力不足。はい。まあ、次のアプデに期待というところですかね、吹雪さん。では、今日はですね、吹雪さんを使ってみましたけども、まあまあ、パーティーやってる人はわかると思うんだけども、使ってる人ほぼいないですよね。これがね、ほんと、攻撃技が来てくれれば、ちょっとは変わってくると思うんだけども、今現在は、とてもね、使えるキャラではないんですよね。はい。まあ、今後の期待ということで、吹雪さんは終わりますね。では、これ、吹雪さん以外にも、他12体妖怪ヒーローいます。それをね、ランキングもやってるので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいやー